はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は8月はとにかく暑い暑いですね。東方ダンマックぐらいのね、動画撮ろうと思います。山の頂上は太陽にも近いので、紫外線に気をつけないと。まあ初心者ミッションの進捗としてはね、今2番目のやつ、2番目のやつがあと1個ですね。高魔館の復興完了が、終われば、2回目のね、初心者ミッション終わりなんですが、まあ、ちょっとね、行ってみましょう。こっちもなんか出てるから見てみますか、先に。ふわー、よく寝た。しかしなんか妙にはっきりした夢だったな。霊夢がお茶とお菓子を置いたままどっか行って、ん？あいつ本当に置きっぱなしにしてるじゃないか。なんてもったいない。ここは霊夢の代わりに食べてやるとしよう。ほーん、これだけ？なるほど。じゃあちょっとこっち復興していきましょう。もうこれがラストかな、復興。いけ。おお、時計か。一丁上がりってね。私としてはキノコをたくさん生やしたいが、まあ勘弁してやろう。ほい。復興度アップ。スポットエピソードを解放。おお。復興完了。コマ館の復興が完了しました。万能ピースをゲット。まあ見てみましょうか。コマ館。フランさんを浄化したら、コマ館についていた夢見たのが本当に消えた。霧も晴れたみたいだな。これで無事に最上位異変も解決だ。さて、おい、そこの吸血鬼シスターズ、麗しき姉妹愛は結構だが、人に迷惑をかけるのはやめろよな。この二人は姉妹なんだね。迷惑？ところで、あなたたち、いつの間に来てたの？レミリア・スカーレットとフランドール・スカーレットか。なんでここにいるのかしら。なるほどね。今まで何してたんだっけ。はあ？あんなにはっきり仲良し姉妹で幻想郷を支配してやるとか言ってたのに。なんか帽子とかは一緒だけど、背中に生えてる羽は片方は宝石みたいな、なんて言うんだこれ。もしかして夢見たまに疲れた時と同じで最上映中の記憶がないのかしら。まあいいわ、そろそろお茶の時間だから私はこれで失礼するわね。私もお腹空いたから部屋に戻るわ。それじゃまたね、マリサたち。はあ、自由な奴らだぜ。まあ元々の関係性をちょっと把握できてないので、記憶を失ってるっぽい流れだったけど、まあどうなんだろう。とりあえず異変解決お疲れ様でした。これで高魔館にも平和が戻りましたね。そうだな、あうんもお疲れ。ただ高魔館が復興したことによってこの場所に夢見たまが取り付き、公務異変の再上映が起きた。それならこう考えられないか。この先も過去の異変と縁が深い場所が復興するたび、その場所に夢見たまが取り付いてまた再上映異変が起きるかもしれない。可能性は高いと思うぜ。だがまあ今回のことで対処の仕方も分かった。夢見たまの中心人物、最上映の核となる人を弾幕神楽で浄化すればいいみたいですね。普通の夢見たまと勝手が違ってちょっと大変そうですが、
頑張りましょう。最上位上等だ。この幻想郷復興大使霧雨マリサ様の敵じゃないぜ。なるほどね。まあこれで2つのスポットを復興完了しましたと。マイスペース機能が開放されました。ホーム画面のエディットボタンをタップして入手したキャラやオブジェを自由に配置することができます。ほー。復興完了。箱庭で他のスポットを建造して新たなスポットを復興させましょう。箱庭へ戻りますか。まあ戻りましょう。はい、オッケー。メインストーリー解放。何とカグラなんだろう。読めない字が出てきてるけど、また。まあ読んでみましょう、これも。いらっしゃい。どうやら順調に幻想郷を復興しているようね。さすがだわ。さて、今日もあちらの様子を見てみましょう。この前は確か夢見玉を浄化すれば物が増えると気づいたマリサが復興大使を名乗ったんだったわね。レームはのんきにしていたけれど、とにかく覗いてみましょうか。うん。まあ神社に戻ってきて、してるな。だいぶ大きくなってきたじゃないか。あ、この最初の木ね。何の木だか知らないんだけどね。それよりマリサ、これはどういうこと？何のことだ？神社に集まってきたこいつらのことよ。ん？すっかり妖怪だらけの神社になったじゃないの。ただでさえ少ない参拝客がゼロになるわ。あれ、こいつ誰だ？人間だってちょっとはいるじゃないか。というか参拝客なんてもともとゼロだろ。これから増える予定だったのよ。あちこち復興したみたいだしね。お前はあんまり何もしてないけどな。高魔館の時はちっとも動かなかったし。聞いたよマリサッチ、最上位異変だって。宇佐美すみれ子、たまにそんなのが出るんだってね。なんだっけ、あの初回に10連引かせてもらった時にレアで出てきたかな。っていうか夢見玉の浄化って結構大変だよね。毎回弾幕神楽しなきゃいけないし。なんかマントの中がよくわからんことになってるけど。本当にお屋敷にもよく現れるから困る。言ってるそばから夢見たまだわ。ほう。あのさ、結局これってシャボン玉じゃん？普通に割ったらダメなわけ？その辺の小石とかぶつけてさ。あ、それやめた方が。ありゃ。うわ、なんだこれ。何？なんか黒いタオルみたいなのが出てきたんだけど。地面も黒く汚れちゃったし、もう何なのよこれ。それは現実を黒く侵食するエネルギー。見た目が似ているから。そうね、歴星とでも呼びましょうか。歴星って読むのか今の感じ。弾幕神楽とは、いわばこの歴星を浄化して綺麗なエネルギーに変えるための神楽なのって本に書いてあったわよ。なるほどね。復興のためにはやっぱり弾幕神楽をしなきゃいけないってことか。よし、これからも夢見玉をガンガン浄化して幻想郷を復興させようぜ。おー、へえ、まあみんな仲間になってるんだねこれ。元気ね。元気ね。山の葉遠くいずる読む。そういうことね。どういうことだ？ほい。
どうなるんだろう。おおって言ったけど、そんなにそんなに変化がないぞ。木が成長したのかと思ったが。お、建造するスポットを選びましょう。え、魔法の森と地霊殿でいいのかな。どっちにしようかな。こっち、じゃあこっち端にしてみようか。3時間ですか。なるほどね。この雰囲気だとあと1,2,3,4,5,6 ぐらいは作れんのかね。わからんけど。はい、という感じで、まあ初心者ミッションね、達成と。で、マリサの、なんだっけこれ、御霊カードか、御霊カードがもらいましたよと。次、次は、エモ楽曲5回神楽をクリア、弾幕神楽を20回クリア、弾幕神楽を B ランク以上でクリア、お出かけ3回大成功以上でクリア、参加者のスポットの復興、ヒロインを、育成10回、御霊レベルを40以上、御霊開花で、開花レベル3、御霊進化を2回行うをやると、まあ、次がクリアできるよということで、まあ、上一列がね、弾幕神楽のミッションなので、まあ、とりあえず、楽曲を遊びつつ進めていきましょうって感じかな。まあなんか最後に1回やって終わりにしますか。どうしようかな。これにしてみようか。行ってみましょう。スタート。さて、よいしょ、上等を始めるぜ。これでどう？これならどうよ。覚悟しなさい。僕と見よう。埴輪なんかも出てくるんだね、あとあと。この感じだと。まあなんか神社とか妖怪とかが出てくるのは分かってきたんだけど、埴輪ってどんな分類で出てくるの？なんかそういえば次のイベントの予告みたいなのも来てたよね。おっと、
何だったかな、ゴーストなんとかって感じだったと思うけど、勝てると思ったのかしら。まあとりあえずこんなとこかな。もう一曲ぐらいやってみるか。これにしてみよう。終わったら宴の準備ね。こいつはまだ出てきてないね。なんか歌詞に鬼ってワードがよく出てくるから、こいつは鬼なのかな。真ん中の私に任せな。まあ一応角生えてるしね。よいしょ、もっとやろうぜ。はい、オッケー。これだね、イベント予告。2人の侍ゴーストガールか。明日からね、なんかイベントやるみたいなので、まあこれはこれでね、前回のプールのイベントはもうほとんど終わりかけの時にね、俺このゲームやり始めたので、最初からできる初めのイベントになるかなという感じですね。というわけで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。